お疲れ様です。 SYK メイクアップのさやかです。さあ今回は MAC から新しく発売されたアイブロウペンシルプロブローディファイナー1ミリチップペンシルをご紹介していきたいなと思います。極細のペンシルになって全14色で新しいシリーズが発売されました。この中で私はね5色まあよくメイクの仕事で使いそうだなっていうカラーをゲットしてきましたので、今回私がゲットしたカラーを使ってこのペンシルの質感だったりとかどんな方に使いやすいペンシルでっていうところまでねご紹介していきたいなと思います。それでは早速こちらのシリーズの特徴から見ていきたいなと思います。こちらのペンシルは簡単なのに仕上がりがプロ級、極細の1ミリチップで描くかつてないリアルな理想の眉へというねキャッチフレーズのもと発売された超極細アイブロウペンシルになってまして、眉毛の毛を一本一本描いてね毛を増やしたように見せたい、そんな仕上がりにぴったりなアイブロウペンシルになってます。以前のアイブロウスタイラーと比べると先っちょがねかなり細くなっているので、同じ硬さだったらちょっと色の発色が良くないんではないかっていうね心配が実はあったんですけれども、めちゃくちゃ描きやすくなってました。以前のアイブロウスタイラーはちょっとね芯が固めな感じで、色によっては優しいタッチだったり眉毛のね部分がちょっと骨っぽくて硬かったりすると発色がうまく出なかったりするっていうことがあったんですけど、新しいこのプロブローディファイナーは優しいタッチでもスルスル色が出るような程よい柔らかさがあるので、どなたでもね毛が生えづらいとこだったりとか一本一本毛を足したいところに描きやすいペンシルになってるかなと思います。落ちにくさの特徴で言うと汗水に強いウォータープルーフと擦り摩擦に強いスマッチプルーフということで、24時間美しい眉をキープするということで夏でも安心して使えるペンシルになっているかなと思います。どんな仕上がりにしたい方向けのペンシルかと言いますと、一本一本毛をね描き足したような感じにしたい方はもちろんなんですけれども、元の眉毛が毛が生えづらいところがあって部分的に足りない部分がある方っていうのはすごくね使いやすいんじゃないかなと思います。例えばアムラー時代にものすごく眉を細くしてしまったよっていう人の場合は、もうちょっと太眉にしたいんだけれども元の細眉との存在感のこう差がすごくなってしまってうまくなじまないとかっていうことがあると思うんですが、これはちゃんと狙ったところに色がシュッと入っていくので、毛が生えてるところと生えてないところのムラ感を中和しながら使うことができます。やっぱりその太いペンシルでバーッと描いてぼかして出来上がりみたいな感じにしたいっていう方もいれば、結構太眉にしたくて広い範囲描きたいんだけどやっぱ細い方が安心なんだよねっていう方ってねすごく多いんですよ。なんで細いペンシルが安心だっていう方は以前あったアイブロウスタイラーよりも 3,4 倍描きやすくなってるんじゃないかなと思います。ものすごくね本当に色が出やすくなってるので、使い心地としてはねもう超絶レベルアップしてるっていう感じですね。それぞれの眉毛の仕上げた感じもねお見せしていきたいなと思うんですが、眉毛って眉ペンシルと眉パウダーと眉マスカラ、この3つの組み合わせでパズルみたいに仕上がって見えるんですよ。眉マスカラの色が明るくて眉ペンシルの色が濃いめで、眉パウダーの色はベージュ系でってなったら、ペンシルの濃い色を眉パウダーと眉マスカラの色が中和してちょっと薄く見せてくれた仕上がりが見えるみたいな感じで、組み合わせによって結構色がね変わって見えてしまうので、まずはですねこちらのペンシルを眉パウダーも眉マスカラも何も乗せてない状態でお見せした感じと、とりあえずこの変化をね見ていただくっていう部分では眉パウダーの色と眉マスカラの色を変えずにご覧いただいた方が変化が分かりやすいんじゃないかなと思いますので、眉パウダーは MAC のスモールアイシャドウのオメガを無難に使う感じで、眉マスカラはまあねかなり印象変わっちゃうのでなしの状態でご覧いただくっていう具合でねちょっとお見せしていきたいなと思います。それでは早速仕上がりが見やすい状態でご覧いただきたいなと思います。はい、それではこちらのシリーズを見ていきたいと思います。パッケージの感じはめちゃくちゃ細くなったなっていう感じはそんなにしなくて、で実際出してみると黒いペンシルが出てくる入り口までにかけての細さがすごくわかりやすいかなと思います。では眉毛描いてない状態からやっていきたいなと思います。まず最初はフリングのカラー。フリングは薄すぎず柔らかい感じの色合いになってるので、眉毛の存在感をソフトにしたい人とか、あと肌が白くてね普通の人気色を使うとちょっと濃くなっちゃうんだよねっていう方なんかはすごく使いやすいミルクティーのようなカラーになってるんじゃないかなと思います。こういう薄いカラーは全体をねペンシルで埋めてしまっても綺麗になるのがわかりますね。毛が生えてないところを眉パウダーとしてオメガを使って埋めてあげると全体的にムラ感がなくなってソフトに綺麗な仕上がりになるのがわかるかなと思います。
お次にオメガのカラーですね。先ほどのフリングよりは少しだけ薄めなブリーチ眉感のある感じの明るいカラーになってます。ちょっとフリングの方が暖色寄りなのが比較するとねわかるかなと思うので、よりこう明るい印象の眉毛に仕上げたい方はこのオメガがいいんじゃないかなと思います。最近ブリーチ眉にハマってるので、これはね絶対に買おうと思っていたカラーですね。ペンシルだけで埋めた感じはこんな感じですね。眉パウダーとしてオメガを足すとこんな感じです。本当に柔らかい感じの色合いですよね。眉マスカラで薄い色をつけたら一気にこの眉毛の黒みが引き算されて薄い感じの眉毛が仕上げていけるような感じになりますね。お次にスパイクと暖色系の焦げ茶のカラーですね。こうエキゾチックな印象にしたいとか、かっこいい印象の眉毛にしたい、強めな感じの印象にしたいっていう時に濃い眉っていうのはね、こうハンサム系の眉の雰囲気を出してくれたりするので、こう需要があるカラーかなと思うんですけれども、あとはね今後こう夏になってめちゃくちゃ日焼けしますよっていう方なんかはもうこれが標準色的な感じで使えるくらい日焼けする方もいらっしゃったりするので、やっぱりね肌色によって基準値がちょっと変わるかなっていう感じですね。そして王道のリンガリング。もう本当に濃すぎず薄すぎず血色が良くなってでも赤すぎないっていう感じの本当に超絶無難なカラーになります。リンガリングもペンシルで全体埋めても全然不自然じゃないくらい綺麗に仕上がるようなカラーですね。眉パウダーとしてオメガを入れるとこんな感じ。もうなんかもうめちゃくちゃ超絶無難感がすっごい出てますよね。そして同じく無難系の2つ目、ブルネットのカラーでございます。リンガリングと比べるとちょこっとだけ濃さが増すかなっていうくらいなんですけど、でもこう濃すぎず薄すぎず栗色寄りの使いやすいカラーになってます。リンガリングと同じように全体的にペンシルで埋めてあげてもこんな感じですごく使いやすそうな色合いになってますよね。強すぎず薄すぎない。そして眉パウダーとしてオメガで間を埋めてあげるとこんな感じで均一な印象に仕上がっていきます。でウォータープルーフのねセット力具合でいうと、やっぱりねこうペンシル自体が細いのでウォータープルーフで描いた部分は落ちにくかったりすると思うんですけど、眉パウダーとかが落ちにくくなるわけじゃないので、さらにね落ちにくくこの夏ね汗に崩れないように眉毛を仕上げたいなって思ってる方はこちらの MAC のプルププライム24アワーエクステンドアイベースを先につけてから眉毛を仕上げるようにしてみてください。水も弾くような崩れにくさがある透明のアイシャドウベースで、アイシャドウのにじみを防いだりアイブロウの下地につけることで眉パウダーすらも落ちにくくしてくれます。このペンシルの崩れにくさを最大限引き出していただけるんじゃないかなと思いますので、ご自身のお気に入りのカラーをチェックしてみていただければなと思います。はい、というわけで今回の動画が参考になったなと思っていただけたらぜひ高評価よろしくお願いいたします。そして自分のメイクが瞑想中だったりメイクの相談がしたいなっていう方はオンラインレッスンだったり対面のメイクレッスンでご相談を受け付けておりますので、気になる方は概要欄に貼ってあるホームページのリンクから詳細をチェックしてみてください。それではまた次回の動画でもお会いしましょう。お疲れ様でした。